行くぜ、無双オロチ実況ということでね、今回もやっていきましょう。さあ、始まりました。パートが、何番ですかね。53とかですかね。もうそれね、本当に無双オロチの無印終わっちゃいますね。まあ、振り返ってみたら結構、あっという間だったなというような感じですかね。まだ終わってないんですけれども、まあね、こんなような話は終わってからしましょうかね。では、例によって壁紙紹介からね、参りましょう。前々回仲間になりました、南蛮の大王、猛角さん。彼のですね、三国無双2の頃のモデルですね。でこれ装備してる武器がこれ獣王っていう、まあ、グローブみたいなね感じの武器なんですけど、これが非常にかっこよくてですね、当時小学校だった私は結構こう影響されてまでいかないですけども、憧れを抱いてましたね、この武器にね。まあそんなような感じなんですけれどもね、今回やっていくメンツがこちら、全員イケメン、何ですか、イケメンズってやつですか。チョウンをね、筆頭にですね、キョウイさん、二将がいてんでね、仲間になりました。彼が初参陣ですね。そして雪村さんと、やっとこさ、三国、戦国両雄のね、共闘が実現されましたね。チョウンとそれから雪村さんですね。今回このような編成でやっていきましょう。そして、第5章なんですが、五軍の戦いですね。連合軍、それから劉備殿とね、組んで、オロチ軍と戦うと。やっとこさね、劉備さんをこう、見つけれたみたいなんで、まあ、早速やっていくんですけども。味方と連携して劉備を救出せよ。敵の策を見破り、新定城を目指すというふうになっておりますので、まあね、どんな策が来ようと、武でね、カンパしてやりましょう。いいとこ感じるしね。すみません。で、優しいでやっていきます。劉備は新定城に囚われている。南中で手に入れた情報を頼りに、趙軍らは新定城のある呉軍にたどり着いた。呉軍を守るのは呉の孫権。オロチに敗れて父孫権を人質に取られ、オロチ軍の総督となって働いている。はい、初期のシナリオでは初めて出てきましたね、呉の軍勢なんですけれども、まあ、孫権さん、そうですね、パパをね、人質に取られてるがゆえにですね、オロチにこう従うしかない、ような状況でね、やっていらっしゃるようです。張り詰めた新定城の空気に、容易ではない戦いとなることを予感しつつ、趙軍と雪村は槍を取った。うん。そして、会話パートありますね。新定城の様子を見てきたよ。みんなピリピリしてたよ。はい、ちょっとびっくりしましたね。あのおねね様がね出てきて非常に嬉しいんですが、本来おねね様っていうのは義のストーリー、義でいいんだよね、義かごかちょっと把握してないですけど、確か義だったと思います、のストーリーでお仲間になる方なので、初期のシナリオは、ね、直接関係ある方ではありません。まあこれもクリア後の影響というねことでしょうね。ありゃお偉いさんを幽閉してるって言ってるようなもんだぜ。なんか似たようなことを、どっかで言ってたよね、孫一。あの、雪村さんが、もうちょっと間違って僕らと戦った時だったかな。なんかこんなようなこと言う。同じセリフもしかして違うかな。幽閉か。のんびりしている時間はないな。雪村殿、魏軍は会計砦から進んでもらいたい。趙雲殿は、松葉砦側から攻め、挟み込む形で新定城に侵入する。ただ雪村さんと趙雲をこう一緒に連れて行ってるので、今回この作戦どうなるんですかね。誰か代わりにやってくれる人いるのかな。この作戦が成功すれば劉備殿を救えましょう。では雪村殿、新定城で会いましょうぞ。はい、ということで早速やってまいりましょう。五軍の戦いですね。さあ、ということなんですが、勝敗条件としてですね、劉備さんの救出が、勝利条件となります。そして敗北条件が船長の敗走。誰やねん、船長がいらっしゃるみたいですね。まあ船長やられたら終わりなので、守りながらやっていきましょう。そして、トウタクさん、まだですね。まあ彼と戦うような感じみたいですので、早速やっていきましょう。戦闘開始じゃ。さあ、やってまいりました。おお、懐かしい曲。五軍ですね。一刻も早く、劉備殿をお助けせねば。劉備さんを救出せよ。 OK。 あ、そういうことか。それで船長ってわけね。最後には逃げるような感じになるみたいですね。なので、まず南にいる敵をね駆逐しましょうか。脅威さんでいきます。おっと、貴様らの奇襲などお見通しよ。敵伏兵出現ですね。諸葛亮、
他の名軍士か諸葛亮殿ならば他にも策を仕掛けていようとすればあの空城か慎重に捜索すれば、空城探索しつつ進軍せよってことなんでね。よし、うん、諸葛亮さん、またですね。やっぱりキャラで返してくれるような方ではないので、それなりのことを覚悟して挑むべきかなと思います。まずね、出てきた連中を倒しましょう。わよいしょ。さて次なんですが、どういこうかな。まあ、このまま、南下する形でいきますか。で後でね、その空城探索するというような形で。櫓の上に何者かが潜んでいる模様。櫓の上壊すか。櫓を破壊せよ。まあ危ないんでね、壊しておきましょう。あとどこにある。あ、これですね。まあ、何箇所か櫓あるので、これ全部ね破壊しておきましょう。何かね、諸葛亮さんが企んで、いる可能性がないとも限らないので。はい、これですかね。あ、そうか、兵が潜んでるって話かな。倒せば兵士出てくるので、多分そういうことじゃないかな。違うかな。これで全部やったんじゃないのかな。そうですね、おそらく全部やったので次いきますか。さて、南下していきましょう。ちょっと敵が多いですね。で、武将がいらっしゃるので、やつらとね、ちょっと戦おうかなと思います。で、脅威さんのアーツじゃあお見せしますかね。1個目はこれスキアリーってことで、これ何の効果あるんでしょう。脅威さんのアクション1なんですね。無双を消費し雷を放つ。雷出てたかな。あ、出てるね。分かりづらいけどまあそういうアーツと、もう一つこちらのこれキックですかね。この2つとなっております。で、雷はね、無双ゲージを消費するんですけれども、キックはこれ何発でも、出せますね。まあ微妙ですね、であれば次行きますかね。そして、この先に城があるということなので、まずこちらを開けてですね、新天井を買い持ってことで、この扉の向こうに劉備殿がおられる。ようやく殿をお救いできるのだ。いけ。でまだ邪魔してくる連中がいるので、こいつらを倒しましょう。お、トウタクさんいるのか。よいしょ。雪村さん色変えてるんですが、黄金なのかな、これ。金キラ金みたいな感じですかね。初めて見たな、これ。てな感じなんですけれども、どうしようかな。そうですね、まず北上しましょうか。ちょっと敵が多くてね、馬に乗れないというね邪魔すんな。よし、さあ行きましょう。でですね、真壁さんが逃げてるので、ちょっと追跡しましょうかね。よし、はいはい。あ、脅威さんのね、無双乱舞は後ほどねお見せします。よし、さて次だな。でここに、空城ありますので探索しておきましょう。なんかあるかな。諸葛亮さんが何かを仕掛けてくるみたいな感じはしないけど。ん、あ、伏兵かなんか一人だけ兵士いて怪しいなと思ったら敵の策だったみたいですね。諸葛亮殿にしてはあまりの自殺、まるで我らに。あえてそう分かりやすい策をね、使ってるってことですかね。でも諸葛亮さん今敵に回ってるので、僕らに優しくする必要はないはずなんですけれどもね、ちょっとよく分かんないですね。まあ、今気にしてもしゃあないと思うので、どんどんねやっていきます。で、この先にもね武将いらっしゃるので、ちょっとそこで脅威さんの無双奥義をね、あ、無双乱舞ですね、披露しようかなと思います。ですね、まずこれ片足とこちらですね。あ、いたいたいた。おい、こら、いきます。まあこういう回りながらね攻撃する技ですね。割と使い勝手はいいのではないでしょうかね。よし、さあ、ということでやりましたが、どうしようかな。
よいしょ。そして戦術発動でね、士気が上昇しました、ありがたいことです。でなんですが、そうですね、空城もう一箇所あるので、お、援軍来た、センキュー。まずこいつを倒そう。ジョエイさんかな、どけ、よいしょ。あれ、あ、来た来た、もう一発食らせますか。あ、いいや、よし、まあこんな感じでね、やっていきまして、とさあ、また空城ですね。ただ怪しいものは何もなくないかな。まず大間ちゃん呼んで、と多分ないよね。さっきみたいに兵士が一人だけいるなんていうようなこともないと思います。あ、い、あ、ある、なんだ、なぜあんなところに、怪しい味方兵士発見。おい待て、見えるとはいよいよ怪しい。うん、怪しい味方兵士移動開始。ちょっと追跡してみます。加速装置、うわくそ、これでは兵を伏せられん。いきなり出てきやがったな。敵の伏兵発見。まあそうですね、やつは味方兵士ではなかったっていうことですかね。そうか、スパイみたいな感じですかね。で武将がまた出てきたので、ちょっと雪村さんで蹴散らそうかなと思います。おい馬食、これ間違いない。この人はね、ちょっとあることをやらかしてしまってですね、諸葛亮さんに処断されてしまうんですけども、まあ惜しい人材を失ったりだとかね、そういうようなことで泣いて馬食を切るっていうような言葉がありますね。まあそうですね、細かいことはぜひ、皆様方の方でね、調べていただければ、よろしいのかなと思います。よし、さあということなんですけれども、敵だらけやな。ちょっと蹴っちゃすか、いけい、よいしょ、はい、入った、よし。さてでは次行きましょうかね、時間も迫ってきてるので。で、こちらですね、また武将いるかな、あ、いますね、はい、あれ一発であれで倒したのか。よし、あー、くそ、はいはい、入った。さあ門が開きましたのでね、入っていきましょうか。そして、あ、拠点いますね、ちょっと拠点を先に片付けます。はいはいはい、入った。さあそして経験値をね、ちゃんと回収しまして、あの超運で倒した武将のね、アイテム、回収し忘れてるんですけども、まあ超運もレベルだいぶ高いので別にいいかなって感じですかね。はい、なんで、なんでボイスがこれ出てないんだろう。あれ、生徒から逃れる途中、オロチ軍に捕らえられたら、この子に報い加勢してやろう。ということで、劉備殿ではなくて袁紹さん。うわ、諸葛亮さん来ましたね。しかも伏兵をすべて見破れぬ、くそ、まだ残ってやがったか。雪村、やつら本当に亡者ではないのだろうな。まだそんなことは。まあ袁紹さん、こういうかわいそうな人なんですよね。でまあ劉備殿かなって思ってみんな期待してたんですけど、まさかの袁紹さんだったということで、ちょっと意気消沈って感じですかね。まあてなところなんですけども、そこをね、敵に突かれてもちょっとやばいので、私には見えます、長雲に勝るとも劣らぬ武士です。あなたには邪念が感じられない。何故おろき、今日発その巨体貫いてやり、貴様の槍など腹の肉で跳ね返してやるわ。私を試すかのような策、あれは一体、全て見抜けたあなたらしくありません。わしの恨みを買うとは哀れな奴め。敵将討ち取ったり、お見事でございます。セリフすごいな。反乱軍の奇襲、捕虜の奪還、諸葛亮の読み通りか。諸葛亮さんの策を全部カンパできなかったみたいですね。孫悟の意を持って反乱軍を撃退するのだ。
やちょっと敵多いな。次孫権さんか。この撤退は次への布石です。敵将撃ち取ったり。あ、周太さんですね。あの周遊さんって言いそうになっちゃう。そして結城秀康撃破ですね。新鬼武者の主人公ですけれども、無双には関係ありません。よしと。で、周太さんも東卓さんも諸葛亮さんもね、みんな片付けたんですが、残るは孫権さんだけですね。なので、あ、大町に引っかかってるな。ちょっとじゃあ普通に進みますか。ほら、はい、入ってカモン。よし、来ましたね。で、じゃあ突っ込みますかね。敵が多いので、うわー。くそ。よいしょ、よし、った。あれ、止まっちゃった。ミスった。オロチに利用され、それでも孫悟のためと、孫悟のためはオロチに暮らす違うのか。ちょっと思いが交錯してますよね。今はね、やっぱり戦うしかない状況なんで、やるしかないです。うわあ、俺もやりますね。雪村さんのこのチャージ攻撃強いな、ほんと。ここにも殿はおられなかったか。そうですね。必ずお助けします。今しばらくご辛抱。劉備殿はいずこにってな感じなんですけども、あ、なんか衣装の色合ってていいですね。これ雪乃さん本来赤い鎧なんですけど、衣装替えしたことでね、この二人に合ってるような感じですね。すごい整った感じですね。さすが天才軍師諸葛亮の策だ。見事にはめられたな。炎章を劉備に見立てて俺たちをおびき寄せたってわけだ。そうですね、まんまと騙されましたね。劉備と私を間違えるとは。お前たちは格というものを知らんのか。この大口叩いてる方、炎章さんなんですけど、はい、すいません。まあこの後もね、残念なことをしでかしてくれると思います。まあよい、これからは私が名を連ねるにふさわしい軍になるよう心がけよ。へいへいってことでね。まあ何も言えねえわな。劉備殿だと思って来たらこんな人だったっていうことでね。怖い顔をするでない。私が獄中で聞いた劉備の居場所を知りたくないのか。お、ぜひ教えていただきたい。あ、すまんが忘れてしまった。だがこの忌むべき地を離れれば思い出すこともあろう。は何言ってんだこの人。面白くないからこれ言ったんだよね。で、くのいちさん、全く関係ないです。この、将軍のシナリオね。はい、ということなんですけど、まず帰りましょうか。はい、ということで帰ってまいりましたけれども、ちょっとね、みんなの期待外れってことでね、まさかの炎章さんだったと。そして炎章さん、ここで加入されますね。しかも、劉備殿の情報は私持ってるけど、聞きたくないのか、お前たち、みたいなこと言ってましたけど、あわり忘れちまったと。まあとんでもない人ですね。まあこのね、忌むべき地を離れれば思い出すこともあろうと言ってたので、まあとりあえずは炎章さんと共に、活動していくっていう感じですかね。で、次どうすんのって話ですよね。まあまず外伝をね、一個挟むんですけども、赤壁紙も言わずもがらない信長さんですね。戦国の主人公的な立ち位置でやってましたけれどもね。だいぶもう、そうですね、職義合ってやってきたのでね、だいぶ前の話ですけどもね。五将外伝外帝の戦いですね。連合軍とそれからオロチ軍との戦いです。おとりとなって敵の注意を引きつけ、攻撃して敵の息をくじくのだってことで書いてますね。ちょっとこの段階では誰が仲間になるか分かんないんですけれども、まあ、外伝なんでね、条件を満たすことで、誰かしらのね、プレイヤブルが仲間に加わるっていうような感じだと思いますので、ぜひね、うまいことをそちらの感じでね、主力していければよろしいのかなと思っております。では皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。今パートはね、この辺で失礼させていただきます。またよかったらね、次のパートもご覧になってみてください。さあ、重要なね、戦いになるのかなと思ったら、結局ちょっと残念な感じに終わってしまったんですけれども、まあ、6章、7章とね、これからも続いていきますので、最後までね、やっていきたいなと思っております。ぜひね、お楽しみにということでお伝えしておきます。それではまたね、次のパートでお会いすることを楽しみにしています。よろしければね、見てやってください。それでは今回はこの辺で失礼します。バイバイ。